フレブルウィット、どうもこんばんは。フレブルブリーダーチャンネルです。ドッグブリーダーの日常を毎日夜9時に欠かさず配信しております。一般の方では見れない貴重な映像や犬たちの面白かわいい動画などなどたくさんございますので、ぜひぜひチャンネル登録していただいて、僕たちそして犬たちともお友達になってから帰ってちょうだいね。というわけで今日は何の話をするかというと、先日ノエルが、出産してくれました、4姉妹でございますが、残念ながら、1人亡くなって、はい、しまいました。はい、というわけで、1人亡くなってしまいました。まあちょっとね、まあ、しょうがなかったかなといった印象です。やはりね、一番小さかった子ですね、170g で生まれてきまして、まあそこまで、まあ数字的にはそんな危機的なね、数字ではないんですけども、やっぱり他の子と比べると、二回りぐらい小さいかなといった印象で、まあ頑張ってね、欲しいなとは思ってたんですけども、ちょっとね、はい、亡くなってしまいました。まあ最後まで力は尽くしましたけども、まあちょっとね、人の力の及ばない部分だったかなといった印象です。まあなんかね、こう原因っていうのはもうさすがに生後2日なので、全くわからないですね。そう、なんで亡くなっちゃったかなっていう原因はわからないんですけども、まあもともとね、生命力がちょっとね、小さかったのかな、少なかったのかなといった印象ですね。まあそうですね、はい、仕方ないかなと思います。でまあね、下向いてる時間はないので、他の3頭そして、母犬で他の犬舎の子でさらに、これからね、出産を迎えますグラトニーのためにも、全然ね、下向いて泣いてる場合なんてね、時間なんてないんで、とりあえずは、犬たちのためにもね、笑顔で頑張って毎日ね、バイトさんたちと過ごしているところでございますが、なんかね、こうやっぱね、こう何回ね、感じてもね、何回経験してもね、ちょっと慣れないなっていう風に思います。やっぱり生き物のね、こういうのってしょうがないですね。まあやっぱり皆さんにね、いつもお伝えしてますけども、やっぱりこうやって亡くなる子っていうのは少なからずいます。まあ5頭ぐらい生まれたら1頭はね、亡くなってしまうかなっていう風に今ね、言われているね、犬種ですので。はい、というわけで、さらにもう今週ね、もう多分、サブチャンネルとかではグラトニーも出産しているかなと思います。出産予定日をね、そろそろ迎えます。グラトニーのちゃんとね、方もね、気を張っていかないので、まあね、こういう風にね、子犬が亡くなるっていうのはブリーダーの現場においては日常茶飯事です。でまあその度にね、原因追及とか、なんで亡くなっちゃったのかなとかね、いろんなことも考えたいんですけども、そうやってね、過去のことを考えてるよりも今のことをね、目先の命を必死につないで いかないといけない現場なので、本当にね、必死に頑張って作り笑いでね、現場も頑張っているところでございますが、まあね、そう、犬たちもやっぱり下向いてると感じるんでね、そうですよ、ワンちゃん飼ってない方はね、ちょっとご存知ないかもしれないんですけど、まあ犬もやっぱりね、飼い主さんの喜怒哀楽っていうのは、感じ取ってくれるので、やっぱりね、こう一緒に過ごしているからにはね、みんな笑顔でいるのが多分犬たちも一番いいんだろうなっていう感じで、でまあね、そうそう、まあ、こうやって配信しててもね、ライブでもね、こういうのも何でも一緒ですけども、やっぱりね、笑顔は一番いいと思うんで、ね、毎日ニコニコ過ごしたいなと思っているところです。でまあ残りね、3頭になってしまったんですが、まあ、3頭はね、どうにか、お引き渡しまで頑張って育てたいなっていうふうに思ってます。一応ね、生命力自体は、問題ない感じで、みんなね、一生懸命おっぱいも飲んでるし、ノエルはね、1回目の出産の時はね、ちょっとおっぱいの出が良くなくてかなり難航したんですけども、まあ、今回はね、2回目の出産ということで無事に母乳もね、いっぱい出てくれてるんで、このままね、育ってくれればいいなっていうふうに思ってます。まあ、何回も何回もね、皆さんにね、お伝えしてますけども、命があるっていうのはね、当たり前じゃないですからね。まあこうして、ノエルみたいなね、母犬が命がけで出産してくれた、尊い本当にね、こんなにもう今にも消えてしまいそうなね、人間のお世話なくして生きられない、こんなね、なんか本当にもうこの空前の灯火みたいなね、その小さい命を毎日毎日現場のブリーダーが必死につないで、やっと大きくなって2ヶ月皆様の手の元に届くわけでございますよ、ね、なんで本当に皆さんね、特にフレンチブル飼ってらっしゃる方は、家にいるね、フレンチのね、命当たり前じゃない、ここにね、ある命はすごいたくさんの犠牲のもとに生き残った命であり、
たくさんの人間の手や時間がかかって今そこにあるんだなっていうことを皆さんにね知っていただきたいなと思って、こうしてね YouTube を始めさせていただいたのが2年前でございます。まあ当然ね、2年間の間にも亡くなった子っていうのはたくさんいましたね。そういう子たちの、ね、犠牲があるからこそ今皆さんの家庭にある命、そして、この犬舎が成り立っているんだなっていうふうに感じております。まあ、特に、まあ、うちのアカネチンに関しては、まあね、出産からね、生後0日から、しっかりねお世話するのは今回が初めてっていう感じなんで、まあ、こうしてね亡くなって、まあ、なんかこう言い方悪いかもしれないですけども、こうやってね、命がね生まれて亡くなっていくっていう過程をねやっぱり感じて、こういうブリーダーっていうねドッグブリーダーっていう仕事の、魅力とかねやりがいとかかっこいい部分ね感じてほしいなっていうのも思いながら、働いてもらってるんですけども、やっぱね現場の2人はね大変ですよ本当に。1時間お世話して 1,2 時間ね軽く仮眠してっていうのをずっと24時間繰り返して、でまあその中でもうお風呂入ったりとかね食事取ったりとか、っていう中でもう本当に自分の娯楽の時間なんかないですよね。もう携帯いじって家族に連絡したりとか、もうそのぐらいの本当最低限でゲームやったりとかね本読んだりとかっていうね皆さんが普段やってる当たり前の時間っていうのをね完全にね遮断されるわけですよ。はい、というわけで頑張っておりますがね、そういったねこういろんなねこう非日常というか、まあかなりマイノリティですよね、かなり少数派の生活ですよね。こういった仕事はかなり、珍しい、そういうねこう犠牲というか、まあ得られるものも当然ね他の人は感じれないようなね、ピカピカに光った素晴らしいものを得られるのはね間違いないんですけども、やっぱりそれでもやっぱりねおかちゃんもあかねちんもまあかなり若いしね女性なので、人生でねこう他の男性とかさ趣味とかさいろんなことをね優先したい中で、今この目の前にある命だけをね考えて必死につないでいるっていうのはね皆さんにもご理解いただきたいなっていうふうに思います。でまあね先ほどもお話しましたけども、牛柄のねパイドのグラトニーも、もう出産でございます。かなり忙しいですね。一応エコーの時は、1頭しか映んなくてね1頭かなんて言ってたんですけども、実際ねお腹切ってみたらね、2、3頭入ってたりねするかこすることもあるので、まあ、どうなるかわかんないんですけども、まあそれもね当然、母体最優先、グラトニーの命がね無事に帰ってこれるようにそれを第一に考えてねしっかり支えていきたいと思います。というわけで皆さんねちょっと残念ね、そう残念ですね、はい、糸なくなっちゃいましたけども、残りの子のためにも頑張っていきたいと思います。というわけでじゃあね、皆様本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録そしてコメントで僕に話しかけてから帰ってね。それではまた明日夜9時にお会いしましょう。フレブルじゃんけんじゃんけんパー。